はい、今回はテーラーメイドのアイアン最新ですね、うん、P770 と P7CB、うん、2機種、はい、あのセットであります、うん、5から B で、うん、あまり友が打たないやつですけど、ね、はい、ちょっと上級者向けアイアンっていうような感じのやつですね、うん、どうですか、まず見た目が。あのね、ちっちゃいね、まあ、両方とも、うん、どうですかでも見た感じ、770の方が、うん、まあ、ソールが少し厚いのと、そう、なんていうの、昔から、ね、スピードポケット的な、ちょっとこれ安心するね、幅広く見るね幅広いと思うし、うん、フェイス調もちょっと違うから、うん、でもね770って言ってるけど、それよりねちょっとちっちゃくなったらしいですから。あ、そうで、 CB と比べるとどうなんすか。 CB の方が若干開いてる、そう、差し方かな、開いて見えるね。そう、僕もそう思います、うん、トップブレードはでも薄さ的には一緒ぐらいって感じ。フェイス調はでも CB がちょっとあれでしょ、そうそう短いでしょ、ね、コンボしやすいようになってるらしいです。なるほど、うん、上からの見た目がそんなにね、そうそう、だから上の5番とかは770で、うん、後ろ CB にするとかね、まあとりあえず打ってみましょうか、7番から、うん、まあ、セットがあるんで P とかね5番とかも打ちましょう、うん、じゃあ770の7番、シャフト、これダイナミックゴールド、うん、ミッド、ミッド115ですね、 S200、 はい、前作公式だと99,000円、うん、で新しいのがちなみに値段が5本セット6から P で159,500円です、うん、でこれ単品でいけるのは31,900円、5番とかは単品になってるね、これ7番それ33です、まあ、打ってみましょう。はい、はい、おお高っ、おお、ゆっくり落ちてくる、いいですね、1球目から意外と1球目いいんじゃない、これでも飛んではないね、やっぱね、そうね、ロフトなり140ちょいぐらいでしたよ現実はね、現実は止まるけど、おお、あー、ちょっとペラってますね、うん、音はでもなんかちょっとなんだろうね、ちょっと金属音入る感じ、金属っていうかなんかちょっとペチペチしてますねあー、ゆっくりだね、うん、まあまあ、あ、でもいいんじゃない、はい、いいと思います。じゃあ比較で、うん、CB の方でも P790 の方がやっぱ、まあ、ちょっと大きい白フト立ってるし、うん、ちょっとこう当たりが深い感じがするんだ、ね、逆にいろんなこの素材を重ねた打感が、うん、そう、だから意外とその分反映されてる感じがあるからね、うん、そんなにだから P790 も打感悪いとか思わないもんね逆に770よりいいんじゃねえかって、うん、はい、CB です。あ、まあ、左ストレート。で、音全然ちょっと。違う。違う。おとなしい。そっちはなんかほんと、フォージド。うん。そんな感じの。うわぁ、いいわ。いや、いいよ、いいよ。飛んでねえけど。やっぱちょっとスピン、高さが全然違うの。違うね。そっちの方がちょっと低くて、おとなしめに。スピンは同じぐらい入ってそうだけど。弾いて上がってくれる雰囲気ないね。そっちはないっすね。うん。あ、これちなみに148,500円。ちょっと安い。ちょっと単品で29,700円。あ、シャフトも一緒でしたね。わあ、いいね。だからそっちの方がさ、ほら、タイトの T100 とか、うん、あの辺に多分ちょっと近い雰囲気だね。ゆっくり飛んでってくれる。ロフトは一緒だけど、やっぱちょっと飛距離は劣ってますね。うん、3、4ヤード多分飛んでない感じしますね、これ。これ出るな。まあ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 、まあいいんじゃないでしょうか。ピッチングいきますか。
あ、こっちのロフトがちょっと変わってくるな。その770は45で CB は46だ。あ、あ、ちょっとトップ目だね。はい。あ、でもまあまあ、あ、飛んでね。100切ったんじゃねえか。キャリー。おー、いいね。高いね。うん。うん。110いかないぐらいかもね。ちょっとじゃあ CB 打ちますか。ちなみにこのシャフトはどうですか。シャフト、まあちょっと僕には重たいけど、普通のあの DG 一般的なあれよりはそんなに粘るっていうかしならないんだよね。うんうん、ちょっとおとなしいね、手元がね。あとモーダスの115よりかはちょっとは打てるんじゃない。ああ、あ、張り感的なところ、うん、そこまでは強くないんじゃない。ほら、こっちの方が良くない？もう打感がさ、こっちにした方がいいよ。安いし、多分。いけんじゃないの、単品。下の番手はね。そうそう、下の番手、絶対そっちがいい。うん、もう、全然違うもん。あ、それはもうひどいわ。うん、こっちの方がやばいんじゃない、スピンの高さが、うん、飛ばないけど。はい、じゃあ5番。じゃあ770の方から跳ねて5番打たない僕が。まあでもロフト的にはほら打てないことじゃないでしょ。だって25、6度でしょ。ていうか普段ゼクシオ X 打ってるやつがこれ。全然弾きが違うね、やっぱ、うん、はい。まあやっぱ長さだよね。あとまあちっちゃいっていうのが。お、意外と、あ、上がるじゃん。やっぱそっちの方がやっぱり CB よりはロングアイアンというか、そうだね、長いのはいい可能性ありますね。で、音聞いてたら本当 P790 とかなんじゃないかな。うん、お、意外と打てるじゃない。はい、じゃあ CB の方でも本当何160ちょいぐらい、うん、170も打てないね、キャリーで。まあね、ちょっとシャフトでヘッドスピードが遅いっていうのもあると思うよ。うん、あららららら。ひどいわね。負け取る道具に。うわー、うっす。やっぱ飛ばねー。140台じゃない、キャリー。150台いってないよ、絶対あれ。うん。道具に負けてるなぁ。そうそう、アベレージ見たらさ、やばいんじゃない。うん。いい時と悪い時のアベレージが。うわ、そこそこ。か。1球ぐらい当てましょうか。え？9ぐらい当てようか。多分今まだ多分キャリーで160もいってないと思うよ、今の。うん、まあまあまあ。ちょっとずるい飛ばし方してましたけど、最後はね。じゃあ自分のやつ、最後打って終わりましょうか。はい、ゼクシオ X の、うん、まあ新しいやつですね。おは、でかっ。で、DG の95S200、うん、やっぱ上から見た時点でもう全然安心感がですね、はい、で7番で 28.5 です。だからまあロフトが一晩で立ってるようなイメージですね。 P770 のピッチングより安心できる大きさですね。7番とはいえ、ね、はい、でしかもそれキャリーで160いけますから、うん、28.5 で。
まあもちろんシャフトの違いもありますけどね。ミスでしょそれ。ミスです。ずるいな。はいね、技量に見合ったアイアンを使った方が結果が出るというとこですかね。ね、これを見てる人も、あら、いいや、ほら、あ、もうこれ160超えてるよ、キャリー。はい、ということで、もういいです。はい、もう連続していい球打ってますから、ミスにしても、いいショットにしても、はい、まあ、総評です。はい。使いますか、使いませんか。使えません。得ないですね。はい。まだ、これ、アイアンのレビュー系でよくあるけど、うん、いいっつってさ、使ってないとかあるけど、うん、まあ、僕らにとっては、ね、分かってますからね、自分の。あの何使った方がいいとかっていうのは、まあだから、まあ、ちゃんと芯に当たる確率っていう問題もありますけど、まあもちろんちゃんと当たった時の性能っていうのはね、高さとかスピンとか、まあ、その770と CB でも違いはちゃんと出てましたから、うん、まあそこまでの技量があったと、うん、これはいうことですよ。シャフト変えても使えないっていう自信があるね。まあそうね、うん、あとだけどだよ、I210 を使ってたじゃん、うん、33度、まあ、同ロフト帯に比べるとやっぱちょっと小ぶりだし、ちょっと難しさがあるから、うん、I210 ほら5番アイアン打ててたから、うん、でも230最新のやつちょっとちっちゃくなったりとかだし、うんうんうん、まああとね、軟鉄系の打感を求めるのであれば ZX7 とか、うん、32度ですから、まあ、次出るのは ZXI7 かなとかになるんで、まあミーハーで買うというよりかはね、もちろんほらカスタムベースだから、うん、シャフトも大事ですんで、まあ、しっかり選んでほしいですね。まあパッと構えた時に緊張させられるようだったらもう買わない方がいい、ね、いやだからはっきり言って P790 が無難ですよ、うん、アマチュアにとっては、うん、そして、まあ、これを参考にね、まあ、技量のある人はコンボでね、あの下の番と CB にするっていうのは、うん、まあありだねっていうところには行きつけたので、感想的にはだから790打ちこなして、790に足りない何かを求める人よって感じでしょう。そうでしょうね、うん、まあそんな感じです。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございました。